はいどうもやってまいりました、リルレの時間です。今日は一人になっております。私マー君、エディング日記を担当させていただきます。今回のお題、事前にですねしゃくる回数を確定して、その回数だけでイカを釣っていこうという企画になっております。今冬場のイカということでですね、水温がだいぶ冷たくなってますということでですね、イカは深場の方にいるんじゃないかなと、でもぞもぞする感じでこうあんまり活性が高くないのかなと思っております。冬場なんで1キロ超える大型の個体もいるので、結構警戒心が強いと思います。なのでそこの方をネチネチとこう1、2回、3回ぐらいで、激しいダートじゃなく優しいダートで誘ってイカを釣るということで、この攻略にマー君挑んでみたいと思います。今日から1週間ですかね。今がですね2月の14日バレンタインですね。来週の水曜日までこのエギング日記をやっていきたいと思います。まあまあ釣れるでしょう。雨がねもちもち降ってくるんで、今日は短い時間になるかなと思いますけど、ちょっとやってみたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それではエギング日記開始。現場に入ってまいりました。ですね、今回のしゃくり回数を決めていきたいと思いますが、今回は2回しゃくり縛りで釣っていきたいと思っております。で着底して2回、着底したら2回釣りですね。行ってみたいと思います。グリーンのやつ、グリーン下地のオレンジのやつ、あのシャンシャンいうやつ、はい、やってみたいと思います。痛いじゃない。2回なんで、ちょっとドラグをちょっと気持ち強めにして、1回のしゃくりをちょっとだけ強めに上げるように設定してます。ドラグの調整ですね。さあ1投目行ってみました。釣れるかな。そんな効いてないけど、塩は下ネチネチイメージで、こう冬場はねもぞもぞって触るから分かりにくいのは分かりにくいのよね。結構よし、あ3回しゃくりて、これめちゃくちゃ3回しゃくりたくなるね。もうちょっと塩効いたらいいんだけどな。雨降ってきた、やだな。今日もまた釣りの方に行って釣果を出していきたいと思いますので、皆さんご視聴よろしくお願いします。痛い。はい、皆さんお疲れ様です。日記の続きやってます。1日目行ってすぐ雨降ってきて、そこからもう爆風2日間から明けの3日目です。今こういう感じです。フェリーの中に乗ってます。フェリーの中です。フェリーに乗って鹿児島県の方に行っております。まだ私には日記があるので、今日は京都で日記の挑戦2回しゃくり来ております。うねりがすごいね。こんな感じよ。すごいからちょっとシャローの方からね探っていきたいと思います。フルキャスト、はい、フルキャストテンション高めていっております。あ、うねりがねやっぱすごいのよ。
すごいすごいすごい、来ちゃう、来ちゃうじゃん、すごい来ちゃうじゃん、来ないと思った、すごい来ちゃうじゃん、ほら、うわっ、うわっ、ちょっと待って、待って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 、ちょっと待って待って待って、見て見てこれ、めちゃくちゃ入ってきた、もう危ない、ちょっとこれ危ないよ。さあ2回戦1回帰ってきました。この赤にすると、よし行きましょう。太郎の方から打ってまいります。よいしょー、シャローの方ですね。変わってればいいんだけど、ちょっと締めるの方です。もろたよ、絶対なのは。はい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 、絶対煽りです、これはもう煽りですね。はい、来ると思いますか。はい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 、完璧です。2回着でちゃんと来ました。はい、逃がすか、測ってすぐ逃がす。00ですね。470やから、まあ100抜いて350、いいでしょう。はいはい、ありがとうありがとう。もっと育って、もっと育ってきて、もう一匹行く、もう一匹行く、ちゃんと行く。あといっぱいなんだけどね。来てるの？違うか？違うの？来た！入れた！よかった！終わった！完璧！これバラさんなら完璧、バラさんなら完璧、いいんじゃないでしょうか。はいはいはい、あまあまあでかいでかい、まあ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 、あるまあまあある、まあまあある。完璧、よかった、ミッション終了、よかった。分厚いゲームは避けられました。測ってみます、ちょっと一回。00です。あ、ある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 、590、550ある、500あるじゃん、いいじゃんいいじゃん、素敵やん。こうし、こういうことやから、こういうことやから、ミッションクリア、よかったわ。はいどうも、勝ってまいりました。よかったですね、リング日記ということで1週間やってまいりました。最初の方はですね、雨や風なんかでなかなか長考に行けない、行ってもすぐ帰らないといけないという厳しい状況、この中でもメンタルをこう保ちながら、イカを釣りたい、釣りに行くよ、待っててねっていうこのスタンスが大事だったんですね。まあ、いい結果が出てよかったんじゃないかと。今回の日記の思ったところ、まあ2回しゃくり、根がかりはもちろん多くなるんですけど、なんかその分ステイの時間が長くなる、その分こう着底で待てる、結構春には2回もしくは1回でいいんじゃないかと。冬の活性の低いイカでも
2回でちゃんと来るということが判明できましたので、今回の情報は良かったんじゃないかと。罰ゲームはなしということで、なかなか罰ゲームマーク受けませんね。違うからここがここがということでですね、マー君頑張ってるな、ちゃんとやってるなと、いう方は、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントなんかもね、僕たちこうもらえると、こうやる気、メンタルの部分が回復して、もっと面白い動画撮ろう、もっと面白い動画撮ろうってなってくると思いますんで、コメントの方よろしくお願いします。また動画で会いましょう。